劇場版響けユーフォニアム届けたいメロディー、小笠原遥香役の早見沙織です。田中明日香役の琴吹美奈子です。はい、中瀬子香織役の千原みのりです。よろしくお願いします。イエーイ、さてこの番組はですね、はい、劇場版響けユーフォニアム届けたいメロディーの出演キャストたちが作品についてのお話をいろいろしつつ、こちらあの前売りのですね、何それ可愛いの、ついていた自撮りクリアファイル、この写真を頑張って再現しちゃおうじゃないかっていう、しちゃうの、なんとこれロケ番組です。すごいロケそうだね、すごい晴れてる、すごい晴れてる。だからこの自撮りクリアファイルに沿った、ちょっとこうちょっと近いんじゃないかって、そうだ、ね、お家風な、ね、ハウススタジオで、そうなんですよ、だからこんな素敵なお部屋、お部屋なんですよ、お部屋なんですよ、そうなんですよ。なので3年生チームが今日はいろいろ喋っていきましょう。3人だけでね、そう、あんまりないんじゃないですか。確かに、ね、楽屋でしかね、えそうだよね楽屋では盛り上がるけど、そうよ、ね、この3人楽屋が一番盛り上がるなんですよ、ね、なのでね、今日はあのこちらで、はい、トークしつつ写真を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、響けユーフォニアムトークをしていきたいと思いますが、あの話しやすいようにトークテーマが用意されているらしい、ありがとうございます。なので引いて話していきますね、はい、そっと引くわね引くわねじゃあこれ、はい、いきます。なんだろう早速1個目、田中明日香魅力的すぎる問題ちっちゃ髪でかい、髪に対しての字がちっちゃくないですか、どこに書いてんだろうってずっと思ってた。田中明日香魅力的すぎる問題についてじゃあちょっとなるほど、わーすごい、ありがたいテーマですね。そう、1個目からもう ねすごい、まあ、そうだよね、本当に素敵な子ですからね。いや今回劇場版は本当にそういう意味ではありがたいことに、アスカすごいフューチャーしていただいていて、ね、なんかこうもう一人の主人公みたいな感じするよ、確かに確かに、うん、ね、UFO の中でのもう一人のっていう、なんかやっぱりね、あの2期がやっぱりすごいドラマチックで、またそれの総集編って言われてるものだから、どこを切り取っていくのかななんていうのは、きっとこれをね見てくださってる方も楽しみにしてくれているのかななんて思ったりはするんですけど、まあ、アスカがねいい子なんですよ、いい、なんか泣いちゃいますよ、ね、あのシーンとかそうだよね、グッとくるシーンがいっぱいあって、ね、劇場版に向けて改めてこうアフレコをした時にたまらなくなりましたもんね、やっぱし、なんか劇場版の時私たちみんな近くに座っててアフレコの時に、そうだからなんか3年生の結束感を私は感じて嬉しかった。やっぱ3年生のシーン楽しいよね、楽しい、ね、なんかもっとやりたかったね、もっと見たかった、今後もやっていきたい、ね、だってまだまだ一応ね UFO はこのね、9月30日の公開の後もいろんな形で続いていく、そうだそうだそうだ、中でどれぐらい3年生が出るでしょう、ね、出ましょうよ、出ましょうよ、出た、このクリアファイルもそうだけど、なんかこんな彼女たちの一面見たい、見た、はるかなんかすごい新鮮だし、確かにちょっとこのはるかすごいね、どうしたの頭なんか巻いちゃって、多分つけてみようって思ったんだと思う、ね耳がね、耳がもうそれに収まっちゃってるの、なんか邪魔に聞こえないとかあると思う、えってえってでもみんな、かおりさんもすごいですね、すごいじゃない、どうしたの、ちょっといいのこれ、サービスしすぎじゃない、ね、めっちゃサービス、さすがマドンナ、マドンナ、まだアスカクールだし、ね、クールだね、この下がどうなってるのか気になるよね、いや気になる、隠れてる部分、そんな膨らむよね、これなんか、ね、香りで隠れてる部分、かわいいですね、かわいいわ、まあ、いいよね、ね、いいですよね、いや本当二人に救われてるなって思う、アスカはやっぱり、あ、なんか肝心なところでやっぱそっと二人が支えてる感はあるかもしれない、ね、アスカが前を行って本当にそれをついていきながらも陰で支えるみたいな、ね、その距離感がすごいいいなって思った、安定です、そうだね、安定です、じゃあもう一枚ぐらい引きますね、行きましょう、はい、出た、こちら、じゃあまたちっちゃいのえっとね、はい、
もし自分が UFO の世界に行ったとしたら、うん、3年生チームのどの先輩から習いたいですか。あ、ちょっとだけ授業長かったから、ね、うん、2行になったってだけだね。本当は変わってないよ。本当は変わってない。確かに、なんだっけ。UFO の世界に行ったら3年生チームのどの先輩から習いたいですかって。あー、そうだな。私、香りかな。いや、香りでしょう。香りでしょう。香りだよね、やっぱり。香りさんの、なんだろうな、優しさ。そう、なんか優しく教えてくれそう、ね、教えてくれそう、ね、でもそうだよね。普通に会話してほしいもんね。喋、うん、っちゃった今日みたいな。あ、わかる。あ、なんか練習していかなくても怒られなさそう。あかんあかん。けどわかる。すいません、今日ちょっととか言ったら、ね、いいよみたいな、今から頑張ろうみたいな。優しいもんね、言ってくれそう。私はるかおだな。その心は、基礎とかちゃんと教えてくれそう。あ、確かに、うん、確かに。もうゼロから教えてくれそう、うん、私叱ってくれるところはちゃんと叱ってくれそう。あ、それある。この3人だとやっぱ一番いいお母さんになりそうだもんね。確かに、確かに。そういうイメージある。そうだね、確かに、うんうん、ちゃんと叱ってくれとか、てんやわんやになりながらも頑張りそうな感じはするよね。みんなでもいい先輩ですよね。ね、それぞれね。あすかもさ、うん、多分一発でこの人の適性とか見抜いてくれそうじゃない？うん、そうだね。的確に言ってくれるから、ここがダメだよとかここがいいよとかってすぐ言ってくれそう。うん、ね、頑張りたい人にはいいかもね。いい、すごくね、うん。何の楽器やりたい？へえ、そうだな。でもやっぱり香りを演じてたのでトランペットをやりたいなと思っちゃうな。まで、ね、実際にやっぱ自分が関わった役の楽器を演奏してみたいなって、うん、やっぱサックスいいなとかって音聞いてて思うし ね、うん、ね、 UFO ももう本当に、ね、UFO 本当にもうメジャーですよね。ユーフォニアムというこの作品が来てから UFO が大人気らしい、うんうん、嬉しい。主役になってほしいですね。主役です、もう、うん、ね、いいね。それぞれのパートの人に教えてもらいたいですね。あ、したい。じゃあもう一枚ぐらい引きましょうかね。はい、さ、はい、じゃん。あ、いいですね。響けユーフォニアムで一番好きなシーン。おー、一番好きなシーン。結構いっぱいやってきたからね、これまで。ね、一番って選べないな。難しい、ね、いくつもあげてもいいですよ。今隣にね、ジャラさんいるし、うん、香りとのシーンで言うと、あ、いいシーンいっぱいあるよ。そういっぱいある中で、うん、やっぱりね、私的には、うん、まさかアスカーっていう、あ、出てきてくれる。いや、靴紐のところももちろん好きなんですけど、靴紐ってみんな思ったでしょ。思った思った、思ったんだけど、いや、もう千原さんの、うん、あの香りが叫ぶ、うん、アスカーっていうね。そんなに、そんなだった。そんなに、そんなでしょ。アスカにそう聞こえてて、アスカへの思いが溢れて、アスカーって どこにいても聞こえるんじゃないかっていうぐらいの勢いで叫んでくれて、でもその後のね、やっぱ靴紐のやっぱあのシーンからはやっぱ可愛いでしょ、香りっていう。そう、なんかこの二人のね、何、ね、みたいな、ね、なんかドキドキします、ね、まあ、本当にそうだよね。この二人はどういう関係をね、気づいて、ね、今まで見てないシーンがきっといっぱいあると思う、ね、うん、ああいうその可愛いでしょって内心思ってるシーンがきっといっぱいあったんだろうな、ね、みたいなね、そんな気がする。そう、あの土手のシーンで香りのことを話してくれたりするのすごい香り的に嬉しかったりとかして、確かにいないのに話すのも嬉しいと思って、うん、ちゃんと見てるんだなって感じで、ね、そんな感じがする。そんな香りさん的に、そうだな、いっぱいあるけど、2期の、卒業式で優子を抱きしめるところがすごく私は好きですね。確かに、その2人もいいんですよね、部屋がね、なんか絆が、特に2期で結構優子の思いとかも語られてどんどん部活であるもんね、
先輩と後輩でさ、うん、卒業の時にね、うん、なんかボタンもらったりとかね、なんか思い出のそうだ、なんかみんなでさ寄せ書きとか、そう寄せ書きとか あったあった、そうだよね。今のほら見てくださってる方にも部活の方とかね、ちょうど吹奏楽やってるよみたいな方もいらっしゃるかもしれないですけど、どうやって親睦を深めていくんですかね。確かにやっぱあったみたいにこうメッセージ送り合ったりとか、なんかお守り作ったりとかさ、モナカがね作ってくれたような、ありそう、楽譜に書くのが好きだったな。あー素敵、あの演奏時に見えるっていう、ね、心の支えになりそうな感じが、あれいいね、私的にやっぱあの劇場版でもすごい大事なシーンになってくるんですけど、ラストの2期の最後の方のあの久美子と飛鳥さんのシーンだよね。いや本当そうなんだよ、なんかやっぱ何度見てもグッとくるし、あこれがユーフォニアムっていう作品なんだなみたいな、確かに感じがしました。熱いですよね、劇場でもちょっと楽しみにしていただきたいですね、いろんなシーンがあると思います。あじゃあ最後にもう一枚いける、うん、はい、いきましょう、こちら、ドゥン、あこれは私的に聞きたいです。あ北宇治水部の部長、うん、自分だったらやれると思いますか。うわ絶対やれない、やれない、やれない絶対無理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 、あやれないですか。え、ね、でもなんかみなちゃんできそうだけど、できると思う。でもやっぱアスカを演じてるのもあって、やっぱアスカのポジションがいいなって思う。やっぱその実質、まあ、部長みたいななってるかもなんだけど、うん、でも全責任は負わないよみたいな、あそれアスカっぽいな発想がね、すごいそういう意味ではすごい共感しながら行ったんですよ、1期も2期も、うん、なのでなんかまあずるいっちゃずるいんですけど、でも一番いいかもしれないですね、一番でも頼られるポジションというかね、うん、まあね何かあった時のっていうことはあったんだけど、だから本当にはるかさんはすごいなって確かに思いますよね。はるかやっててもいやこの部をよくまとめてるわって、ね、まとめてるのか分かんないけど、ね、何十人ですかあれ本当に言うと全結構いやすごい多いと思う、人数すごい6、70人ぐらいいるってやばい、2クラスぐらい、すごくない、すごいわ、それをまとめるのすごいと思う。なんかこうやってる時にやっぱみんなにかけるセリフがすごい多かったなって確かに、あそれ部長ならではなのかなって、結構なんかそれじゃあなんとかしてとかっていうセリフがすごい多かったイメージ。確かに逆に声が枯れたはるかさんもあったのかもしれないよね、映ってないだけで。いやあったと思う、さ叫びすぎて、そう結構多分声ね枯れそう、なんかイメージね、なんか枯れてそう、ちょくちょくファイトを言いすぎて今日も聞こえないわみたいなツッコミがね、うん、言われそうで、結局アスカに言ってもらうっていう、みんな聞いてみんな聞いてって言ってるか部長が言ってるからってすごいありそうなんか今日はそうそうそうみたいなありそう、ね、すごいありそうです、いいコンビですよ、そこね、すごいよはるか、ね、ほんとはるかなんだかんだね成長したキャラクターでございます。いやいろいろ結構語りましたね、ちょっとそろそろ、はい、写真に行きたいと思います。はい、では早速、はい、写真をちょっと動きここに、ね、はい、動きじゃない、写真を、はい、写真で撮っていきたいと思います、はい、撮ろう。ここに香織さんが自撮りの自撮り棒、え、これはだからもしかして初自撮り、ね、初自撮り棒ですか、千原さん。なんかねあんまりないですか、ちょっと昔やったことあるよ。あ、ちょっと昔それはちょっと昔だと、ね、昔すぎてね、え、こっちでどれくらいなの、あ、そうだ、ここの後ろでも、あ、こうなってるってこと、こういう風に振り向いてるってこと、あ、振り向いてる感あるよ、あ、この辺に行こう、あ、っぽいね、ぽいね、あ、でこの辺だ、こっちの手ってことか、ん、え、これ右手、左手じゃない、あれ、あ、でもそれでこれでいいんですか、うん、それでいい、うん、ような気がする、はい、じゃあこっちだ、はい、こうか、じゃあ、いいですか、はい、一枚いってみましょう、いってみます、はい、のいやなんかこう、どうだ、撮ってる瞬間を撮られるっていう、どうだ、あ、いいんじゃない、お、撮っちゃったんじゃない、撮っちゃったんじゃない背中がこっちだね、背中こっちに、あれどうなってんのこれ、今どうやって座ってんの、え、今ね、こうやって座ってこうやってなった、あ、
じゃあ逆に座っての逆にそれ、あ、そういうことじゃない、あ、そういうことだわ。はるか結構難しい構造だったんだね、多分こっちを向いてて、あ、じゃあ撮るよって香りが言った、あ、はるか見たみたいな、そういうことだと、あ、そうか、そうなんだ、じゃあその流れで行こう、じゃあ撮るよって、じゃあ香りが難しい言ってくれたら、はい、な、はるか、よーし、うん、行ってみる、よーし、こうか、で、あ、ちょっと、もうちょっと私した、この下でもいいか、いいか、私は、あ、これだ、私だ、かおりさんがもう少し下で、もうちょっと下だね、あ、あ、来てる、こうか、な、お、いいんじゃないですか、行ってみようか、お願いします、じゃあ、行くよ、はい、せーの、あ、見よう、あ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 、すごい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 、来てる、来てる、あ、来てる、あ、来てる、いいかも、できた、うん、いいね、いいよ、あ、いいね、いいよ、あ、ねえ、バッチリだよね、バッチリ撮れました、撮れた、イエーイ、撮れた、いいね、なんかねえ、すごい、さすがさんです、素晴らしい再現率、さすがの高し、仕事人感が、素早いよ、素早い仕事人感がありますけどね、やった、撮れました、いい、はい、ということで、無事、はい、前売りについてくるクリアファイルの写真も撮れましたところで、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。早いね、あっという間だね、そうですね、一番ちょっと大事な情報ですが、はい、劇場版響けユーフォニアムを届けたいメロディーはですね、うん、9月30日より全国ロードショーでございます、はい、ぜひぜひ劇場でご覧ください、お願いします。さあ今日はいかがでしたか、楽しかった、ね、なんか久々だった、確かに集まれたのが ねしかもなんかあんまりやっぱ喋る、うん、こうやって3人で、うん、UFO についてじっくり語る機会なかったから、うんうん、まだまだいけそうな、ね、いけそうな気がするし、うん、他の、ね、2年生1年生ちゃんとはまだ見れてないんですけど、うんうんうん、多分一番落ち着いてたんじゃない、うん、あれきっとなんかちらっと2年生の映像見たらさ、ね、めちゃめちゃ風に吹かれてたから、うん、いろんな意味で落ち着いてたのすごい海外ロケみたいな ね、 そうだね、素敵だった、素敵だった、なんかこうハウスだし ね、ロイヤル、ロイヤル、ロイヤルな感じでそう、この感じロイヤル、ね、いいんじゃないですか、はい、落ち着いた感じで、ね、いや、さすが3年生、3年生またね、話したいですよね、ぜひぜひと機会があるといいです、ぜひということで名残惜しいですが、はい、そろそろお別れのお時間でございます、はい、次はぜひ劇場でお会いしましょう、ここまでのお相手は、小笠原はるか役の早見沙織と、田中飛鳥役の琴吹美奈子と、中瀬子香織役の千原みのりでした。じゃあバイバイでお別れしましょう、はい、せーの、バイバイ。